夢見てるみたいだ。やべ、泣きそうだこれ。いや嬉しい。ありがとう。長かった。泣いたぜ。あら、もう訳が分かんねえよ。まさか魚釣りでアラスカで泣くことが来るとは思わなかったね。いや釣れそうな予感はあったのよ、一日やれば。ただね、釣れると思ってやがってよ。ああ、負ける。ああ。70センチぐらい、70センチは超えてるか。でも80、そんぐらいじゃないかな。20メーターぐらい投げて、ずっとこう自然に流してきて、でも岸につくかつかないかぐらいの最後の頃に重くなったんだな。
それで合わせて。かかった。いや、長かったよ。本当に。これで俺の今回の旅、アラスカクエストの第1章は これにて終了。キングっていうにしてはちょっと小ぶりかもしんないけど、まあ俺のキングサーモンだよ。あんまりなんか言葉が出てこねえな、君は。アラスカはね、来るべきだよ。アラスカクエスト第1章はこれで終了します。もうこれ以上魚釣りは俺にはできねえや。
アラスカクエスト第1章キーナイリバー感動編、これにて終了。これ以上の望みなんてねえよ。生きて日本の地を踏むことが、俺のこれからの義務だね。もう紀内川では何もないよ。とりあえず一言だけ言っとこうか。茨城カンツリー、次はてめえの番だぞ。では、これまで長い間見てくれた方も、まあこの動画が初めての方も、皆さん含めてありがとうございました。そして紀内川、ありがとうございました。最高の川だよ。これからちょっと2、3片付けをして、それで日本へ帰ります。釣れると思って、釣れると思う仕掛けで、釣れる方法で、全てね、自分の全力を出し切って、今の魚が釣れたわけだけど、でもマグレだよマグレ、今の一匹を釣るのはね、今の一匹がもう俺のアラスカの魚釣りで、魚釣りの限界、もうこれ以上何もできないよ。なんかね、嘘みたいだよ、本当に嘘みたいだよ、夢みたいだ。万が一にも俺に気ない筋肉がかかるなんて思わないし、まあ全力を尽くしてやれる方法はやった。この場所もさ、レッドがね、このアッパーキー内で釣ってる時ね、俺にかけられてね、なんか怒ったんだよ俺に。でその後グリズリー先生が来てさ、対岸じゃなくてこっち側にね、で追い立てられるように車まで逃げたわけ。それでちょっとガソリンが少なかったから、ソルドットナまで戻ってきて、でちょっと夕日を見てさ、でソルドットナまで戻ったら、ここに動画でアップしたんだけど、2本の虹がかかってさ、
でもその頃の俺の体力なんてもうヘロヘロだったから、もう何にもでき、もう釣りさえもできなくてさ。でちょっと川を見てみたら、もうあここだったらグリズリーとか大先生はまあ出ないだろう、釣りに集中できるだろうっていうところがここでさ、でそこをちょっと見てたら、なんか黒くてでかい魚がいてさ、最初は何か分かんなかったんだけど、しばらく2日目かな釣りをしてみて、そしたらキングだったんだよね。それでまあ魚ざらしのスピナータイプも全部試して、それでもうそれでもやっぱり釣れなくて、で俺の全力全開は何だって言ったら、あのこのさこういうフライパターンで、そしたらねかかってくれたんだよ、かかってくれたの、口を使ってくれたの、俺がかけたんじゃないの、かかってくれたの本当に。知りたい情報があるなら別に俺は教える。アラスカまで来て、キーナイまで来て、何も釣らずに帰るっていうのがもしあったとしたら、そういう辛い経験をしてる人がもしいたら俺は全部教えるし、この感動はね味わってほしいよ。さあ、メソメソ動画になってもしゃあないんで、この後ペースト君のオイル交換をしてちょっと休んで、そしたらカナダに帰るわ、そっから日本に帰るよ。茨城カンツリー意外て帰宅時間はね、そんなでもないんだよ。まあ長くて5分、多分3分ぐらいか。意外て。ああ、夢じゃねえよなこれ。嘘みてえだよ。俺多分夢見てるっつっても納得するよこれは。だって嘘みてえだもん。ではありがとうございました、次はお前がなんか面白いことをやってみろ、そしたら俺が楽しいから。キーナイ川最高の川だよ。サケマスが釣りたいんだったらこの川は来た方がいいよ。そこには真っ赤っかでかっこいい魚もいて、今みたいに
力強くてたくましい魚もいて、でキーナイキングは俺に釣れたっていうことが何を意味するかっていうと、幻ではないんだよ。本当に一生懸命自分の全力全開を尽くせば口を使ってくれる魚です。最高だよ。俺は泣いたぜ。では以上でした。なんかね、言い足りないことがいっぱいあるような気がするんだけどさ、これね、羽帽子布の帽子からね、羽帽子にパワーアップしたんだよ。ありがとうございました。これで終わりです。キーナイ川キングサーモン、どういう景色かだけちょっと動画を回しますよ。そのぐらいはねやれるから。ここね、ほんとソルドットナの街の中なのよ。すぐそこからね、もう歩いて 100m ぐらいかなんだよね。こんなところにキングがいるなんて。あー、意外て意外てよ。では終わりにします。ありがとうございました。